こんにちは、速稼塾の久保です。さすがデイブ・スペクターさんですね。私はあんまりねこの方好きではなかったんですけども、今回ねなかなか面白いんで過去の発言も見てみなくなって一気にファンになりましたね。いや、こういうセンスすごい好きだなと思います。こういう風に言ってるんですよね。東京五輪感染拡大だけは防止しましたねとかね、バッハ会長ありがとうございます、僕より空気を読めない人が現れて助かりました。この感染拡大っていうのは最近のですね感染ではなくって、見る方の感染の拡大ですよね。これは防止しましたよね今回ね。なんですかね、陽性者が増えることは防止できなかったんですけども、拡大の一途をたどってるんですけども、見学に来る人は防ぐことができたっていう皮肉ですよね。これよく思いつきますよね。でその他ね、約束破りの五輪ということでちょっと記事が書かれてるんですけども、ちょっと読んでみようかと思います。インタビュアーがこう聞くんですよ。いよいよコロナ禍の五輪が始まりますというふうに聞いたら、デイブ・スペクターさんは、新型コロナウイルスに打ち勝ったと言えるようなシンボリックな大会になればよかったのですが、今はそういう空気も雰囲気もありません。むしろまだコロナに苦しんでいる状況があります。今回の大会は約束したことが何も実現していない、いわば約束破りの五輪です。復興五輪と被災地を出しにしたのに何も貢献できていない。外国からはお客さんは来なくなり、おもてなしどころではない。大会経費は当初より膨らみ、コンパクト五輪でもなくなった。こんなカオスな五輪はない、みんなしらけきっていますね。いや、私もそういう気持ちなんですけどもね。そしてこういうふうに聞きますね。東京五輪ではこれまでに様々なトラブルが続いていますというふうに聞くと、こういうふうに答えています。最近も小山田圭吾さんの過去のいじめ問題をめぐる問題がありました。振り返ってみれば2013年の招致決定からトラブル続きです。確かにね、国立競技場や大会エンブレムは一旦決まった計画が白紙撤回された。これね、盗作だったんですよね。組織委員会の森喜朗氏は女性蔑視問題で会長職を去り、五輪パラの閉会式開会式の演出を統括していた男性はタレントの渡辺直美さんの容姿を侮辱するようなメッセージを送ったとして辞任しました。みんなもうトラブルを楽しみにしているくらいではないかなということで、トラブル五輪ということでね、どれだけ厚顔無恥で恥知らずで卑怯な人がいるかっていう、そういうふうな競技になってきましたね。一方でコロナで亡くなった方はたくさんいます。経営不振で潰れてしまった飲食店なども多い。そんな中で平和な祭典とか団結といった五輪のメッセージは虚しく聞こえてしまいますというふうに記事で書かれてますけども、これ私もね非常にね同情するところが多くって、結局あれでしょ、夢や希望とかね、そういったものをスポーツによって感じてほしいっていうけども、そう感じる人もいますけども、オリンピックさえなければと思ってね恨み節の人もいるわけですよ。でそんな中でやるべきではないかなと思います。これはスポンサーも恨まれちゃいますよ。コカ・コーラはもう280円で売ってるんでしょ、高えよ、うん、海の家でね1本500円でなんか売ってるのはありますけども、いやオリンピックでしょ、うん、いやそんな小銭稼ぎをしてどうするんだってことになっちゃいますよね。なんかねしょうもないなと思います、うん、でこうなったらオリンピックをなんともね阻止して政権に恥をかかしてやりたいっていう風な野党の思うツボなんですけども、野党の攻めもねいまいち空振ってるんですよ。だからデーブ・スペクターさんみたいな弁舌があればね野党としても地位を確立できるんですけども、なんせね下手すぎるし、野党は野党で不祥事続きですよ、ね、なんかね中学生と性交しても OK みたいな発言をする人がいたりとかね、旭川少女いじめに加担する立憲民主党のなんかがいたりとかね、立憲民主党はねなんであれが存続してるんだろうなと、うん、本当困ったもんですよね。まあ小川淳也さんが立憲民主党にいるのが救いではあるんですけども、最近はこう思います。小川淳也さん立憲民主党にいたらあなたまでおかしくなっちゃいますよ。ぜひね脱出して令和新選組なり N 国となり、ぜひ参加してください、そっちの方に。そっちの方がおそらく小川淳也さん向けの政治ができると思いますし、政治の実現には近いと思うんですけどもね、うん、立憲民主党ではねどうにもならないですよ。宝の持ち腐れだと思います。ということで今回はデイブ・スペクターさんの記事をちょっと読んでみました。